くだらん話ばっかしやがってってサムネ見て思ってるかもしれんけどな。子供が生まれた。実際どう ?4 ヶ月で。こんなんし。アップはやめてください。どうもよし。またくだらん話ばっかしやがってってサムネ見て思ってるかもしれんけどな。お前ら芸能人かって戦うよ。ちっちゃな芸能人ね。ちっちゃな芸能人。別にいいじゃん。芸能人気取れてる。今日の話は何ですか。そんなに言いたいなら言わせてあげるわ。顔がピクピク。探してあげるわ。ちょっとイライラした今。違う違う。ちょ、お前言えよ。マジっすかとか言ってたのに。で、子供が生まれた。まあサムネで見てみて、まあ分かってるわ。子供が生まれました。何歳？今で4ヶ月ですね。4ヶ月？歩けるの？今そうっすね。喋れん？喋れんっす。出るつまらん。お前ぐらいだってそんな4ヶ月歩いてないっす。つまらんくらい歩いてるの。お前、何ヶ月？僕今2ヶ月。ハンバーもらったわ、お前のパンダに。2ヶ月だろ?2ヶ月。そんな気がした。どう見せのレベル。自粛中なんで。そう、2ヶ月。4ヶ月です。4ヶ月か。4ヶ月。かわいいな。かわいいっすね。そう。男女？男っす。男？で、お前、産むのこのもんなの？そうですね。なあ、やっぱり何 ?4 ヶ月とまた違う？ちょっと離れとるもんで、まあ、全然違うっすね。かわいさの度合いが違うっす。そんな。お前パパぶってんじゃねえよお前もね。4ヶ月はどれぐらい可愛いの？どれぐらい度合いが違うっていうじゃん。普通に度合いじゃなくて度数何、うん、種類あ可愛さの種類が4ヶ月のな動くだけで可愛いみたいなのと懐いて喋るやつと上は結構大きいだろ。6歳と5歳と5歳ですね。5歳だね。まあ可愛いよな。綺麗系と可愛い系の違いみたいな感じ。ちょっとお前も一回どっか一回どっか行って二人だよ。子供です。でも視聴者の皆さんどうなんだろうね。子供結構多い人おるのかな。まあ、実際じゃあ4ヶ月生まれてどう。とにかく可愛いですね。とにかく。せんだとにかくかよ。お前ばっか、お前は喋るから話遮断すんなって言われるけど、俺が喋るんだよ。分かってたくないよ。こんなに一生懸命、一生懸命動画で。座右の銘は座右お前はたわけたこと言うだろう。カッと喋らんだろう。今日お前必然的に喋るしかないじゃん。なんで言ってんのそれこそ。座右の銘は座右の銘は座右の銘は男です。男？男。あまた違う。男と女の可愛さも違うけどな。ああそうですね。うん、どう？全然。どう？四ヶ月。四ヶ月。こんなんす。こんなお前。物で例えんなお前。お前そう物。顔が濃いだけど。ただバカさ。スペックは顔だけっすわ。多分。外装がいいだけ。内装変わらん。スペック変わらんすよ。結構あるんですよ。内装がしょうがない。いや実際でも子供生まれて4ヶ月だったらどんな感じ？動く？もうすぐ寝返りの練習するぐらいですかね。あ、もう寝返り、首は座ってるか？首はもう座ってます。練習しなかんの寝返りって？練習とか自分で一人でやるとか？そうですね、床に。あ、わざとやるんです。そうそうそう。あ、こっちだよってやるとお前さ、死んどるやんか。お前カメラ向けてやれ。放送禁止やぞお前その顔。かわいい。かわいいっす。だけど実際職人だと結構夜朝早いし、まあ足回やってる子なんかそうだと思うんですけど、朝早くて夜遅いでしょ。夜遅いって言っても最近はでも早いか。最近は、ね、最近はまあ何時や、7時8時には多分帰れると思います。それで早いって言ってもまた叩かれるじゃん。いや見てよお前、ちょっと嘘ついてよ。いやもう6時とかやったら仕事してないとしても変わらんもんな。6時に最近はでも6時ぐらいです。6時ぐらいです。逆にドバーが早く終わってもう、まあ、逆に最近もうちょっと暇だもんで、ね、1軒の時もあるだろ。そうそう。でドバー終わったらもう4時5時もある。4時はあんまない。4時はない。もう5時まで絶対終わらせるんで。ああ、そういうこと、はい、あ、終わらせる。はい。帰らしたら終わったんだ。これ悪くないんだよ。こいつは決めとるんだよ。なあ、ちょっと片付けしとけよ。はい。たまには帰らしたらいいじゃん。遅い時だけど遅いなあ。そうそう。そうっすね、ちゃうやんけ。たまには。あ、なるほどね。まあ、そういう時もあるっす。そういう時もあるっす。こいつ動画ばっか撮って暇なのにな。
まあ、5時回るときはもう寝坊してるけど、またお前の寝坊のおかげで数字伸びたでいいけど許しちゃうからな。めちゃくちゃアンチコメント叩かれてましたけど、そう、職人として困ったんだ、職人として思ってる、お前クビだぞとか言ってさすがに、そんなことは俺ら決めるけど、お前らのクビでいいんだお前ら楽しく見ときゃそんでいいんだ余計なこと言うな。ね、上の子もおるもんね。で、上の子たちはどうなの？5歳、6歳の子たちが。もうめちゃくちゃ可愛がっとるっすね。危なくないの？バーンってやったりいじめたりそれはもうないっすね。まあまあ、6歳とかもう分かる。もう分かるっすね、ほんと。もうちょっとちっちゃいと2歳、3歳ってちょっと危ないけど。そうそう。ちゃんと弟って感じで。まあ、ちなみに上は男なのっち？上から女、うん、男。もうちょっと声かけ。女、男。重い重い先端行きましょう、先端行きましょう、また戦うぞ女、男、男ですね。女、男そうです。上が6歳男、女っす。あ、女6歳女、5歳男、4ヶ月男か。そうっす。あ、なんか一番いいな、お姉ちゃんがおって。そうっすね、弟2人って。なんかそうじゃないですか。そうですね、ね、なんかお姉ちゃんはもうめちゃくちゃ可愛がっとるっすね。あ、お母さんしだすね。そう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 、お母さん真似しだすよね。いろいろ投げてくることあんだ俺もマジでアップはやめてくださいリアル話だから俺あと半年後にまたおめえもだわあと半年後に0ヶ月の子が生まれるらしいです。あと半年後に生まれるらしいです。また妊娠したしてないっす。お前それはいけないぞ。お前何、マッチングサイトであの出会った人とかやったんだろ。マッチングアプリ界の種馬こぞです視聴者の皆さん、俺が悪くない、俺が悪くない。ちょっとね、最近この叩くの、まあ、出場してるもんね、一般の人には映ってないんですけど、あんまりね、これちょっと叩くの良くない、やっぱり。まあ、党の本人たちはそんなことないですけど、所詮ピコハンスもね。まあ、そうだよな。で、まあ、そんな、だって、あの、ダウンタウンのツッコミと同じでしょ。まあ、そうですね。と思うんだけど、逆になって叩いてくれって言うよね。ツッコミがないと喋りづらいだろ。そうですね。拾ってくれんと。って思うんですけど、ちょっとあのコメント欲しいかな。まあ、一部ちょっとコメントで欲しくください。まあ、これあんまり本当にやめてほしいって視聴者が多いんだったら、はい、まあ、やめてもいいかな。だから全然いいんじゃないっていう数の方が多かったら、まあ俺はいいと思うから、うん、そのやっぱ気分が悪い見ててっていうんだったら、やっぱね、視聴者に楽しんでもらうためにも、はい、まあちょっとね、ジューマンチャンネル登録行って YouTube 上級者目指しておいていいもう行くよ、7万超えたもん。もう7万超えましたね。まあ、これも作ってるし、はい、ここだと思った今俺これも拡散してくださいね。いや、俺も50円だって本当に儲けないよ。内観持ってくだけでしょ、はい、持って会社には入らないでしょ。もちろんお金のためにやってるんじゃなくて、でまたこういうのでさ、でまたこれ面白いのが、あの仕事用にできとんだ。簡単なやつもあったでしょ。残業確定とかさ。残業決定、現場直行。あ、現場直行。あ、簡単が現場直行。安全第一でお願いします。安全第一、お疲れ様です。連絡ください。残業確定もなかった。残業決定ショーっす、ね、あ、残業決定はショーだ。でお前がよろしくこれ現場関係ないこれ現場関係ない俺結構これ使うでね俺結構このよろしく使っとるでねよろしくせいっすよよろしくお願いしますよね。あ、これも結構ジムの子が俺に使うかな。じゃあ俺のやつさ、あ、僕なんかちょっと使いたいやつなんだけど、ちょっとかっこよく映ってるやつがないもん、ね、これいいじゃないですか。だから俺これ使っとるこれ昨日キャバ嬢からこれ来たっす。あ、これ来た。俺じゃん。俺のこと狙ってんじゃん。テコリって。はい。そいつ俺のこと狙ってんじゃん。いや、なんか黄色いヘルメットより白いヘルメットの方が好きって言ってました。こういう、こんなヘルメットの方が好き。で、あの、聞いたっすね。遠回しに。まあぜひ、また。で、あと、何だ？なんかあれもやっとんだろ？ミッチーチャンネルかなんか。あ、いや、僕はもうここで TikTok やってるんですけど、会社で TikTok とインスタと YouTube ですね。結構チャンネル登録者も3000円ぐらいはおるのかな。はい。で、なんかまた面白い企画も今回やっていこうかってことで、今結構動いとるんで、ぜひそっちの方もチャンネル登録してもらったら、なんかいろんなその情報発信ね、そっちの方はどっちかというと、はい、写真とか見てもらうよりもなんか面白い企画とかステッカープレゼントとかああいうのでいろいろやっていこうかって言ってますんで、ぜひ、あの、で、あれもあるな、あの LINE も、LINE アットかなんかもあるの。はい、ね、お願いしますとまで言われるけど、はい、登録してそんな感じです。まあ、この周りで幸せに生きとると思いますので、はい、ちょっとイライラしますけど。そうですね。で、縁も竹縄ね。縁の竹縄ね。もうちょっと締めの言葉欲しいけど。一本締めで最後はお願いします。一本締め。あ、俺、お前子供生まれたらお金渡したんだ。もらったっす。あ、もらった。いただきました。僕もじゃあちょっとフィリピン行って子供作ってきます
好きなようにしてるんでしょ。出産祝いですね。子供生まれますとかね。フィリピンでめちゃくちゃいろんなやつ結婚して、あ、そうか、もう勝ち込むよって。子供生まれたら勝ち込んでるぞ。もうそろそろね、10万チャンネル登録も、まあ、近い、あと2、3万、3万か、7万超えとるで、まあ、今これ見とる時にはもうちょっといっとんかな、ね、なんでそんな感じでまたいろいろ面白い動画もやっていきますんで、はい、よろしくお願いします。チャンネル登録お願いします。お願いします。また見てね。